松井裕樹が通算 200S 達成、史上最年少27歳5ヶ月で到達。おめでとう。おかわりくん、これで引退しそう。あ、久しぶりの松井劇場はやっぱり効くぜ。岩瀬目指して頑張れ。今シーズン始まった。もう先発はやらないと思うから最多セーブに挑戦しろ。すごい、30歳前に名球会入れそう。日本球界最強守護神や。正直めっちゃ怖かった。 W、 そろそろ劇場型セーブやめませんかね。来年には名球会、次に代打クリアまだす作戦やろ。松井監督はよう考えてるよ。石井と違って。負けたで、一個前にできてたらな。マジで心臓に悪い。松井よ顔目、お疲れっす。明日もデーゲームかな。セーブの負け全部監督の采配のせいだろ。辻辞めてくれたの相手からするとありがたいわ。これセーブドラゴンズだよ。お互いに B クラス同士の攻撃陣って感じの試合やった。先発転向なければカネヤン抜いて史上最年少名球会入りもワンチャンありえたんやけどな。最年少24歳やろ。無理や。ご視聴ありがとうございました。